日本対フランスグループリーグの第3戦、その第3試合です。松平健太がまず最初のポイントを取りました。 JA 全農世界卓球2014東京で行われている団体戦、日本が第3戦フランス戦勝利へ向けての松平健太の登場です。まずは自分のサーブで2点を取りました松平健太。思い切って打っていく、前に詰めた、このボールはアウトになりましたが前へ出ています。この松平健太です。全てシングルスで行われる団体戦、先に3勝したチームが対戦の勝利ですので、日本はすでに2勝を挙げています。松平健太が勝てばフランスに勝利。今松平健太はエッジではないかという主張をしています。主審はエッジを認めてはいませんが、フランスベンチに対して松平健太がアピールをしています。入ってますね、はい、まあ相手も認めてますね。ああ主審が認めていません。ああ認めました、認めました、ね、認めました。主審が認めてポイントが松平健太に入っています。電光板はまだ変わっていませんが、副審の上のボードが変わっています。3対1、そしてその後のポイントしっかり取りました。4対1。さあこの代々木第一体育館、第1試合第2試合のその余韻がまだ残る中、第3試合の松平健太、序盤5対1です。ここまでどうでしょう。非常にいいスタートですね、はい。まあ、松平選手昨日よりもさらにいい動きしてますね、はい。まあ、あの松平健太は昨日の試合を終わって、まあ、サービスレシーブの感覚が良くないと、まあ、あまり自分のプレーに納得していないというような様子だったんですが、松下さんからご覧になってどうでしょう。そうですね、ここ2日間はですねレシーブがあまり良くなかったんですけども、まあ、今日に限っては非常にいいレシーブしてますね、はい。本人もレシーブで持ったアグレッシブさが必要、そこは気持ちの問題というふうに話してたんですよね。そうですね、どうしても大事にプレーをしてしまうようなところがありますので、はい、もう少し思い切った戦い方が必要かもしれませんね。今のはいいカウンターフォアハンド入っています。まあ、精神的に負けてはいけないというようなところでプレーをしているのかなっていうふうに思いますね。6連続ポイント松平健太、反応はしていますがこれはネットにかかります。今日はこの第1ゲーム序盤から積極的な攻めが見られます。松平健太8対2とリード。まあ、しかし昨日もよく足は動いていましたね。はい、本当に足はですね動いていて動きはいいんですよね、あとは戦い方の問題だけだと思いますね。兄の松平健太はメンバーには入っていませんが、練習パートナーの一人としてチームに帯同しています。今のボールは台のサイド、得点にはなりません。松平健太がゲームポイントを迎えました。今日は非常にいい出だしを見せています松平健太。速いボールもハンドしてる、ストレート、どちらもいいプレー。今のは速いフォアハンドですね、相手のレシーブに反応した松平健太ですが、相手が上回った。バックハンドオーバーです。残念な表情。5時松平健太とフランスの5時の対戦、第3試合第1ゲーム、松平健太非常にいい流れ、自分のプレーが見られています。第1ゲーム取っています。ブロックするのがラケットを落とすから、その間に戻ってきた松平健太に対して平島監督の指示、チキータさせないことでうまくボールを狙って、あとやってきたら少しロングサーブ入れる、ちょっと頭考えながら、今やはり相手のレシーブを横からバックハンドでこするチキータをさせないようにというコメントありましたね。そうですね、その横回転のチキータレシーブが得意なので、はい、まあ、なるべく相手のフォアサイドの方にサービスを持っていけと、はい、いうことですよね、はい。先にラケットを取ったのは松平健太、フランスの5時19歳、
松平健太に第1ゲームは簡単に奪われてしまいました。しかし終盤はいいボールもありました。まだまだ油断はできません。フランス5時のサーブで第2ゲームが始まります。向こう側日本の松平健太、ナイスレシーブ、いいですね。レシーブもその攻めるところをしっかり短く出すところ、はい、非常にいいと思いますね。バリエーションがあって、はい、今は長いサーブに対して回り込んで打っていきましたがネットにかかります。ネットに入っている。バックハンド止めている。下がった5時ですが返ってきません。松平健太も台から離れない位置でプレーしてますね。そうですね、まあ、それが特徴だと言えると思いますね。はい、すくい上げる。これは相手が上から叩いてきます。松平健太はこれまで世界卓球の団体戦、松田さん、はい、あまり団体戦で結果が出せていない、はい、前回はまず代表に入っていなかった、はい、その前も結果が出せなかった、はい、やはりあの団体戦での戦い方というものがあってですね、はい、どうしても松平選手はあの慎重にプレーをしてしまうんですよね。シングルスの時には思い切ったプレーをするんですけども、はい、まあ、ですから戦い方の問題だけだと思いますね、はい。まあ、モスクワの時もメンバーとして銅メダルメンバーにも入っていましたが自身がまあ納得のいく結果を出せなかったということで今回こそはというこれを一つの目標にやってきたと話しています松平健太。まあ、ですのでレシーブに回った時にまあ2本あるんですけども、はい、まあ、そのうちの1ポイントだけ取ればいいというような考えで積極的にレシーブをするというようなそういう戦い方がいいと思いますね、はい、近くに行く。バックハンドコースを変える。カウンターもう1本これも返ってきた。ナイスボール。連打フォアハンド。まあ、今のように積極的に打たれてもカウンターをしていった方がいいですね、はい、このカウンター、まあ、5時も返してきましたね。いや早いプレーですね、まあ、松平健太自身この団体戦というものは勝っていても本当に1本が命取り油断もちょっとの隙も見せてはいけないと。やはりいや本当にそうですね。団体戦の怖さでしょうか。やはり1ポイントで流れが変わってしまいますので、はい、まあ、気が抜けませんねチーム戦は。そういう意味では今自身が最初のゲームを取っていますがここから先も気を抜くことはできません。第2ゲーム4対4、近くに行く。あーこれはネットにかかる。5時のサーブはどうでしょうか。バリエーション多いですね、まあ、短く出したり長く出したりと変化も多いですね、はい、いいカウンター反応している。オーバーです。松平健太がこうコースを左右に振られてもよく足がついていってますね。いや踏ん張って打ちますね。やはりトレーニングよくしてるんでしょうね、以前は少しブレてたんですけど今はブレませんね、はい、しゃがみ込みサーブを見せた。効いています。まあ、今のしゃがみ込みサービスが松平選手の一つの特徴でもありますね、はい、体を沈み込ませ膝を折って台からまあ15センチぐらいでしょうか。その位置でボールを捉える。入っています。エッジボール。まあ、しゃがみ込みサービスは非常に体を使いますので回転量があるんですよね、はい、このしゃがみ込む必殺松健サーブ、そしてブロックの技術、精度、バリエーションの高さ。あの今のしゃがみ込みサーブ昨日もう一つこうポイントになっていなかったんですね。そうですね、やはり台から少し出てしまうようなに、はい、サービスが多かったので、はい、やはりあのそれが小さくいけば効くと思いますね。そういう意味では今2本打ちましたがあのサーブ修正が効いている感じでしょうかね、はい、非常にいいと思いますね、はい、サーブレシートのレシーブの感覚が昨日はもう一つと言っていたが反応しているストレート。5時の一つのパターンでしょうか。ロングサーブからのストレートフォアハンド、まあ、フランスの選手リスクの負ったプレーをしてきますね、はい、さあしゃがみ込んでのサーブ。あー今度は相手が回り込んでバックハンドレシーブしてきました。コースも
そして当てる面も時には変わります。赤い面、青、黒い面、どちらで当たるか分かりません。払ってきた。この辺りはあるいは読まれたか、少し高かったですね。サービスが上から抑えてきました。4連続ポイントです。5時、9対7。若のチキータオーバーです。松平健太も手首を内側にグッとひねるような感じのレシーブ、非常にこの端正な顔立ち、ビジュアル的にも今人気が高まる松平健太、実力はもちろん言うまでもありません。入りましたね、はい、低いドライブ、軽く左手を上げました。ネットに触っていたか、あるいはエッジか。9対9、松平健太第2ゲーム終盤追いついています。フォアサーブにまた戻した、レシーブ返ってきません。ナイスサービスですね。逆転でゲームポイントを迎えたのは松平健太、10対9。第1ゲームをすでに取っている松平、払ってきた、反応している、逆を突かれたが反応している、バックハンド決まりました。さあ松平健太、接戦の第2ゲームを取りました。日本いよいよあと1ゲームでこのフランス戦3連勝でフランスを下せる場面までやってきました。しゃがみ込みに行くんだったらもうフリックしっかり待って、でレシーブ基本的にフォアマンスって聞いてるんだけど、最後はサーブをフォアサーブに変えて2本取りました松平健太。最後の反応すごいですね。そうですね、逆を突かれたんですけども、はい、逆を向きながらバックハンド打ってきましたね、はい、完全に今逆を、はい、疲れてますよね、あれを止めるだけではなくてバックハンド振り抜きました。反応が早いですよね、はい、逆に5時がそこに対応できませんでした。おお、倉島監督もすごい表情。さあ松平健太、あと1ゲームで自身の勝利、それはすなわち日本の勝利。第3ゲームに入ります。松平健太が5時を追い込んでいる。自分のサーブ、3球目攻撃、叩いた、帰ってくる、あー帰ってきません。自分の台に落ちました5時。さあ増田さん、はい、いい形で第2ゲームを終えましたからね。そうですね、これ一気にいってほしいですね、はい、お技術を見せます5時のレシーブ。昨日まで自分としては納得のいかないプレーだった松平健太なんですが、今日はまだだいぶ違いますね。レシーブがいいですよね、気持ちも乗っているか、声も出ている。今日は日本男子、このフランス戦の後夜はグループリーグの大一番ポルトガル戦を控えています。町田さん、はい、そういう意味では夜のポルトガル戦にどういう流れでいけるかというのが重要なポイントですね。そうなんですよね、そのためにもこのフランス戦は3対0できっちり勝ってほしいですね、はい、今しゃがみ込みでバック面黒面を使ったしゃがみ込みがきっちり入りましたね、はい、サービスのコースもいいですね、昨日はうまく当たっていなかった感じのこのサーブでした。今度は赤い面止めきれない、まあ、本当に微妙なところなんですけども、はい、コーナーギリギリに出しますので、はい、まあ、少しでも長くなってしまいますと今のように打たれてしまいますね、はい、お互いに1ポイントずつを取り合っているこの第3ゲームです。バカンド、おー、キュア、キータバだ、打ち切れない。ゴジが1点をリード。この第3ゲームを取って松平健太一気に決めたい。短くいく、打てない、バカンド、強烈、いいボールですね、先ほど第2試合に出たフランス、ルベッソンはフォアハンドが非常に強い、はい、逆にこのゴジはどちらかというとバックハンドが強いようですね。そうですね、非常にいいバックハンドを打ちますね、はい、バランスが取れている選手ですよね、はい、
ここ東京代々木第一体育館で行われています世界卓球2014東京大会団体戦、その応援を背に今日本がフランスを、この松平健太が第3ゲームを取ればストレートで下すという場面まで来ています。グループリーグ第3戦です。追いつきました5対5です。レシーブ短くいく、止めたブロックがわずかにオーバー、今自分でもっと抑えなければというそんな右腕の仕草が見られました。松平健太が一気に決めて日本3連勝でフランスを下らせるか。サーブを変えてきたストレート、今のは難しいボールなんですけども、よくゴジ選手回転をかけて打ちましたね、はい、横に滑るような感じのフォアハンドになりましたフランスのゴジ。日本の松平健太が23歳、フランスのゴジはまだ19歳、両国の若い才能。バックハンドフォア、ストレート入ってる、詰める、止める、見事です。落ち着いてますね、はい、止め方も見事。今最後その悔しさから足でボールを蹴り飛ばしたゴジに対して今主審からイエローカードが出されました。7対6、近くいく、このストップボールに対してゴジがネットを越えませんでした。この5時のプレ、行為に対してのイエローカード。ストレート、いいボールです、まあ、今の画面にもありましたが、松田さん、まあ、のプレーの面での激しさも、はい、それ以外の部分での激しさも、はい、まあ、持ってるという感じですね5時は。そうですね、やはりまだ19歳の若い選手ですし、はい、まあ、本当に勢いがある選手ですね、はい、うまく流しました。フォアハンドで流しました松平健太、まあ、今のようなプレーも得意ですよね松平選手、はい、8対8。またテクニックを見せようかというそんなレシーブでしたが入りません。逆転松平健太、9対8。ここでフランスがタイムアウトを取りました。日本松平健太勝利へ、日本の勝利へあと2ポイントと迫っています。倉島監督、松平健太に今指示を送る。そして向こう側フランスはかつての名選手シーラ、その両監督が選手に対して指示を送ります。さあ松田さん、はい、いい流れで今終盤に来ましたね。そうですね、非常にいい流れですね、はい、まあ、サービスレシーブも非常にいいですよね、はい、まあ、ここでストップをして相手を前に寄せた方がいいですね、はい、さあ9対8という場面です。日本松平健太自身の勝利、チームの勝利へあと2点。帰ってきた、あフォアハンドネット、回転かかっていたか、今のは回転かけましたね、さあまた同点になりました9対9。ゲームカウントは違いますが、まあ、今日は第1試合第2試合も勝利目前というところで9オールという場面がありました。今松平健太も第3ゲーム9オール、近くいく、払ったがオーバー、思い切って払ってきたがオーバー、さあマッチポイントです。これは日本チームにとってもマッチポイント、その差はしかしわずかに1点、油断はできません。いい表情だ松平健太、あーネットにかかった、10対10。一旦は追いつかれました松平、ゴジも息をつく、これ以降は2ポイント差をつけた方がゲームを取る。打ち切れなかった、
2本相手に得点を与えてしまいました。逆に5時はこれがゲームポイントになります。追いつきたい、決めてほしい松平健太。レシーブ近くに飛びついた、もう一本入ってきた。あ、最後はネットインになりました。第3ゲーム、先にマッチポイントを迎えたのは日本の松平健太でしたが、そこから5時、思い切ったプレーが見られました。第3ゲームは5時が12対10で取ってゲームカウント2対1。しかしまだ日本松平健太がゲームカウントリードしています。フォア前ストップかバックになられて、最後は逆転を許した第3ゲームでした。でバックドライブ振ってきたら、マシタさん、はい、あのマッチポイントを取った後というのはどうだったんでしょうか。そうですね、あのその後レシーブミスをしてですね、はい、まあ、10対10になってしまったんですけども、はい、まあ、レシーブ自体はあの悪くは なかったですね、まあ、短く行こうとしたので、はい、まあ、あのミスは仕方がないと思いますね、はい、まあ、しかし5時選手の第3ゲームのプレーは非常に良かったですね、やはりあの攻撃的でしたし、はい、やはり松平選手はもう少し、まあ、今のように前に寄せてから攻めるという戦い方を続けた方がいいですね、はい、勝利目前、それを掴み取ることができなかった第3ゲーム。しかしまだ第4ゲーム以降があります。日本対フランスの男子グループリーグ第3戦、日本が水谷2勝を受けた後での第3試合、松平健太、ゲームカウント2対1、第4ゲームです。短くいく、バックハンドは返ってきません。先にポイントを取ります松平。プレー全般第3ゲームまでを通してということで言いますとどうでしょうか。まあ、第3ゲームまで通すと非常にいいプレーしていると思いますね、はい、まあ、しかしもう少しカウンター、相手の打ってきたボールを打ち返してほしいですね、はい、そのカウンター攻撃、相手の攻撃をさらに早いタイミングで打っていく、それも一つの持ち味。ストレートへのボールは返ってきません。下から今はすくい上げるようなフォアハンドドライブになりました。ゲームカウント2対1、そして得点も2対1。ストレートわずかにオーバー。まあ、今のような積極的に打つのは必要ですね、はい、まあ、あれが決まると調子が出てきますよね、はい、この画面にありますように日本はこのグループリーグ、グループ C に所属しています。その第3戦です。ここまで、あー、サービスミスです。日本が丹羽、水谷と2人勝って2対0。そしてこの試合の対戦が右側、ゲームカウント2対1、得点が現在3対2、これを取って4対2になりました。団体戦の東京大会、世界卓球東京での開催は実に31年ぶり3回目。前回日本で開催された2009年の横浜大会は個人戦でした。団体戦でこの東京での試合を迎えている日本男子です。112チームがこの男子の団体戦出場しています。まあ、松田さん、はい、この世界卓球という大会の団体戦は地域予選がなくて、はい、全てのチームが一つの場所に集結して試合を行うという、はい、本当に規模が大きな大会なんですよね。そうなんですよね。やはり参加国も多いですし、はい、やはりそれだけ、まあ、体育館もですね、はい、まあ、いくつも使わないとできないんですけども、はい、本当に規模が大きいですよね、はい、男子は5部まであります。その中でトップ頂点を争うのがチャンピオンシップディビジョン1部、24チームがこの代々木第一体育館で頂点を争っています。速いカウンター、反応したがオーバー。ゴジもいいカウンター打ってきますね。打たせるといいボール打ちますね、思い切ってきますよね。この後のフォアハンド油断はできません。ゲームカウント2対1と松平健太がリード。レシーブがネットにかかります。この辺りはどうでしょう。そうですね、作戦的にはいいんですけれども、まあ、ゴジ選手のサービスの回転が読めてないですね、はい、越えると思ったボールが越えないというところでしょうか、はい、叩く、返ってくる、止める、すくい上げる、しのいでるゴジ、叩く松平健太、
かランクラベだ、帰ってきた、あー止めきれない、バックハンドで打ってきました。5時この辺りも粘りがありますね。いや今の体勢からバックドライブは難しいんですけども、よく打ってきましたね、はい、さあ気持ちを切り替えたい松平健太、仕掛けている、止めている、止まっている、止める、軽くいく、横切っていきました、回転をかける、しかしそれがオーバーになりました。途中松平健太のブロックの技術というのもありましたね。いやよく止めましたね、6対6第4ゲーム同点です。それにしても本当に各ゲーム競り合いになります。今日は第1試合が丹羽、第2試合が水谷、ともにゲームカウント3対2、際どい試合でした。カウンターオーバー、王子の声が大きくなります。体育館に響き渡ります。やや表情が険しくなる松平健太、団体戦本人も本当にその油断も隙も見せてはいけない、その言葉通りロングサーブに対して反応はしたがオーバー。いや思い切ったサービス出してきましたね、思い切り、これも一つの重要なキーワード。まあ、長いサービスを出すということは精神的に勢いがあるということが言えると思いますね、はい、こんな長いサービスいった、回り込んできたがネットイン、入っている、飛ばしてしまいました。今松平健太もロングサーブ出しましたね。そうですね、やはりあの松平選手も気持ちが乗ってると思いますね、はい、1点返してその差は 1.8 対7、松平健太がこのゲームを取れば日本フランスに勝利。ストレート反応したがオーバー、レシーブのコース変えてきます。まあ、今までバックにレシーブしていたのを今思い切ってフォアに、はい、画面左側に変えましたね、追いつきはしましたが台に収めることはできませんでした松平健太。いやいや表情が険しくなる、我慢のしどころ、比較いく、止めに行ったがこれがオーバー。第4ゲーム、ゲームポイント5時が迎えています。第1第2ゲームは松平が取りました。第3ゲーム5時が取って第4ゲーム、チキータバックハンドカウンター、止める、お互いにカウンターの応酬、最後は5時が取りました。第3ゲームに続いて第4ゲームを取ったのはフランスの5時、やはり油断はできません。ゲームカウント2オール、なんと第3試合も最終ゲームに入ります。あそこだけやって、あそこ何球か入ったらやってくれなくなってる、あそこ待てないよ、ベンチの倉島監督の声です。もっともう大きな展開リード、ちっちゃく台上に行かなくてチキータレシーブして大きな展開でバック自分でブロック詰めていってチャンスボール狙っていってサーブ今やって、こっちでフォア前、こっちはやらせちゃダメだよ、もっとフォア前出すで縦回転出してもいい、そこからもう一回ダブルストップ、こっちでも不安だったらあのチキータレーのが嫌だで、しゃがみ込み出すんだったらもうロングサーブとかでいいよバック、でそこから長い展開でバック詰めていく、短いサーブは不安だったら頑張れ健太、最後は頑張れという言葉で送り出しました。2ゲームを先に取ったのは松平健太、しかし第3ゲーム一度は奪ったマッチポイント逆転されて奪われた後、第4ゲームも5時が取りました。なんと3試合続けての最終ゲームにもつれる展開です。ここを丹羽が、そして水谷が取りました。松平健太もここを取ってほしい最終ゲームです。短くいく、すくい上げたボールは入りません。さあ改めて松下さん、はい、一度は第3ゲームマッチポイントを迎えたところからこの展開です。松平だったりどういうところを期待しましょう。そうですね、やはり自分の得意のですね、はい、速い卓球をしていってほしいですね、はい、台についている、止めている、台から下がりません松平健太。
この流れ今の1本どうでしょう。今のような流れがいいですね、はい、やはり台についてですねカウンターを仕掛けていくというような攻めが必要ですね、はい、しっかり止めるところは止める、打つところは打つ、2対0、あのサーブにやられているようですね。そうですね、下回転のサービスに対してネットミスが多いですね、はい、まあ、逆に長くきっついた方がいいかもしれませんね。短くいった、打った、返ってこない、返ってこない、しっかり打ちました、3対1。いやしかし松田さん、それにしても3試合連続の、ゲームオール最終ゲーム、はい、まあ、緊張感のあるゲームが多いですよね、今度は打ってきました。まあ、あの他の試合を見ても本当に各チーム戦力差、実力の差というのは小さそうですね。いや本当に差がないですね、技を使ってきた日本では、まあ、加藤美優が使う美優座とも呼ばれる横に切るようなレシーブですが、それをしっかり対応しました。さあ4対2、最終ゲームです。おお、サーブミス、ラッキーですね。ここで5時がサーブミス、最終ゲーム先に5点を取ったのは松平健太。まあ、こういうラッキーポイントの後に積極的に攻めることが必要ですね、はい、松平健太が5点を取ってエンドが変わります。向こう側日本の松平、手前がフランスの5時。打てない、打ったがオーバー、ちょっとネットインがその前にあったか。6対2、まあ、今のように相手を見ながらプレーをしていますので、はい、非常に落ち着いてますね、その差4点と広げています。チキータ来た、止めている、オーバー、バカンドオーバー、松平健太戻ってきました、7対2、4連続ポイント、まあ、今のように台から離れないでプレーをすれば相手も少し振り遅れますね、はい、昨日の試合を終えて、まあ、レシーブがもっとアグレッシブさが必要、そこは気持ちの問題と話していた松平健太、今最終ゲーム気持ちが戻ってきているか、わずかにネットに当たってアウト、しかし積極的なプレーです。まあ、今流れは松平選手に来てますね、はい、非常にいい形だと思います。攻撃の姿勢が見られています。出ないのは5時、それを打っていったがオーバー。ここで日本松平健太がタイムアウトを取りました。7対2から今7対4、しかしまだその差は3本あります。バックにつければいい、もしくはチキータ入れたい、大きな展開で自分のブロックで、第1試合も第2試合も非常に際どい試合を、しかし日本が取りました。この第3試合も今ゲームオール、兄ケンジは表情を変えずにスタンドから見つめている。その前でのこの松平健太のプレー、日本の期待を背負ってこの代々木第一体育館、声援を背に、さあ残り4点を取ってほしい松平健太です。一つ息をつきました。赤に黒があしらわれた今日の日本男子のこのユニフォーム、その胸には日の丸、日本の期待を背負っての松平健太、最終ゲーム7対4、打っていく、打っていきました、レシーブです。いいですね、はい、思い切っていきましたね。まあ、今のもギリギリのところなんですけど、よく打ちましたね、はい、台から出るか出ないかというところ、8対4、その差は4点、日本勝利へ向かってあと3ポイント。払ってきた、カウンター、決まった、3球目カウンター。今のは待ってましたね、松平選手、はい、相手が打ってきたそこを打ち返した3球目、9対4、これも狙った、ナイスボール、これも狙った、今度はバック側回り込んで待っていました。さあマッチポイントです。日本松平健太一気に最終ゲーム離した、
フォアハンドはオーバー、フォアハンドはオーバーです。接戦の日本対フランス、しかしここまで日本が2勝。 3人目松平健太、マッチポイント。バックハンド強いボールだ。もう腰も思い切り、いや思い切ってきますね、この場面は。日本男子ここまで3大会連続銅メダル、今回はそれを超える成績を目標にしている。飛びついた、叩く、帰ってこなかった。最後はフォアハンドで決めました。第3試合も接戦でした。2ゲーム先取、その後追いつかれ最終ゲーム。しかし強い松平健太がしっかり